はい、えー、北村匠海です、本当にあの2年前、僕はあの参加日数は1日だけだったんですけど、小学校の頃からずっとこう事務所の仲間として一緒にいた大志君と、そして本当10代の時共演した以来のアンナちゃんの現場にこう参加できた当時、2人が20歳だったあのキラキラ感を少し思い出しました、やっと完成を報告できて、とても嬉しく思います。で映画を僕はね3回ぐらい見たんですよ 好きで <laughs> すごくいい作品だったのでなんかやっぱその時感じた現場の空気っていうのがもうそのままなんかこう映画に表れてたなと参加できてよかったなと思いましたあのー、ほんと同じ事務所で小学生の時から一緒にこうレッスン受けたりとかしてた中で,で、ね、ただちゃんと一緒に作品でうん、うん、一緒になるっていうことが実はまあまなかったので。な 自分がこうやって主演でやらせてもらう作品に匠がこうやって形で出てくれたっていうのはすごく嬉しかったですし本当にはいはいえー、本当に同世代として主演の2人を誇りに思いましたあの本当この映画で描かれるその2人の愛が痛々しいしもうでも誰も触れられない入れない2人だけの本当にすごく綺麗で美しい 愛情っててていうのを見てて僕も涙が出ましたした本当に僕は真っ赤な嵐という役で <laughs> ちょこっとですけどあの参加できてそしてこう少しでも2人を支えれたことが嬉しく思いますたくさんの人に本当に見てほしいです。はい